スワットチャンネル。こんにちは、スワットチャンネルです。今回はスティールチャレンジ第2回目。やりますね。はい。頑張ります。しごきポーズ。第2回目のゲストを紹介したいと思います。スワット歴10年の謎のスーパー公務員さんです。どうぞ。こんにちは。怖い。すごい身長が高い。今回は、前回に引き続きスティールチャレンジの 5-2-5 をやっていくんですが、スーパー公務員さんはご経験はございますか？少しだけあります。少しだけ。なんかもう腕見る限りパコンパコンパコンって打ちたいけどね。5-2-5 はほとんど初めて。ほとんど初めてです。一応念のためネギちゃんの最高タイムは6秒87とか78ですね。6秒台ですね、はい、じゃあお互いにちょっと練習して温まってきたら本番に行きましょう。はい。スワットチャンネル。はい、じゃあお互い練習が終わりました。はい。ちょっとこれはハンデをもらった方がいいと思います。ちょっと交渉したらネギちゃん3秒。じゃあ3秒で。あ、よかった。じゃあ3秒でハンデをいただきます。今回は2回戦やって、負けた方は罰ゲームで腕立て伏せをやります。はい、ちょっと腕立ても得意そうですね。じゃあいよいよ本番いきましょう。頑張ってください、はい、頑張ります。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、勝った。じゃあ先行で。おお、先行で。準備が整ったら教えてください。はい。あ、緊張する。スワットチャンネル。あいわり、スタンバイ。スワットチャンネル。2回戦対決終わりました。はい。どうでしたか？怪物でしたね。超スーパー公務員さんね。超スーパー公務員さんでした。3秒ハンデもらって自信はありますか、ネギちゃん？3秒じゃ足りないかもしれない。怖いです。じゃあ1回戦の結果発表します。はい。ネギちゃん 9.16 秒、スーパーコムインさん 3.66 秒。3秒台いきました。やば。チャレンジ史上初の3秒台。怖い。2回戦の結果発表します。ネギちゃん10秒34。あ、1本目ね、外したもんね、ちょっと惜しかった。スーパーコムインさん3秒60。縮めてくる。さすがスーパーコムインさんでした。
すごかったね。すごかった。一瞬やったもんね。怖いです。ということで、スーパーコーメンさんの大勝利です。参りましたね。参りました。スワットチャンネル。なんかコツとかあるんですか？もしネギちゃんにアドバイスするとしたら。そうですね。柔道の握り方ですね。入るのって見てたら少しこっちの下の方を握ってるんで、できるだけ銃のこっちの上の方に行った方が反応がだいぶスイングしやすくなるので、あと右手左手を引き、あの右手を押す、押し引きで反応するので、なるほど。ムネさんによく怒られます。多分この動画を見てムネさんにハイグリップができてないって怒られます。じゃ練習して、はい、スワットチャンネル。罰ゲームの腕立て伏せをやります。肩幅で、下げるときは顎を全部大体手の厚さぐらい下げて上げる。やばい、すごい。やばい。10回頑張る。10回頑張る。10回、はい、行きます。肩幅、肩幅、行きます。はい、1、2 2はやばいですよね。ちょっとやばい。2はやばいですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録はこちらの謎のスーパー公務員さんをクリックしてください。おすすめの動画はこの辺をクリックしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。